マジかよ、スーパーにとんでもないものが売っていましたよ。どうもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、シュンズ TV の部屋にプーさんとティガーが来ました。そしてプーさんは蜂蜜を誰かに盗まれてとってもお腹が空いているみたいなんですけども、とりあえず隣の部屋のトイストーリールームにカメラを持って入っていきたいと思います。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。ちょっとねプーさんの蜂蜜を早く探してあげたいんですけども、おもちゃの皆さんおはようございます。あれちょっとおもちゃたちがすごい上を見上げているんですけども、一体なんでこんな風に上を見上げているんですかね。あのティガーってやつはすごいぞ。あんな高いところまでジャンプした。ティガーが高いところまでジャンプしたってどういうこと？みんながすごい上の方を見ていますけども、おマジかよ、ティガー、これって何？ジャンプをしてあそこまで行ったってこと？高っ、ちょっと届くかな、あーよいしょ、なんとか届きましたけども、ティガーすごいね。僕たちも驚いたよ。ティガーのジャンプ力、ほんとすごかったよ。そうなんだ。じゃあ、本当にここから、ぴょーんってジャンプして、あそこまで行ったんですね。いやー、すごいな、ティガー。さすがだよ。ティガーの他にも、僕の仲のいい友達が、今日は遊びに来てくれるんだ。ここに来てくれるように言ったけど、まだ来ないのかな。そうなの？プーさん。他にも仲間がいて、そして、今日、シュンズ TV の部屋に来てくれるって、マジで最高ですね。いやー、ティガーのジャンプ力にすごく感動していたら、まさかのプーさん、他にも仲間仲間がいて今日シュンズ TV の部屋に来てくれる。そうなん、来ました、楽しみですね。ちょっと玄関の鍵を開けてきた。よし、俺たちが開けに行くぞ。あ、そうだな、ダッキー、俺たちで行こうぜ。ダッキーとバニーが行っちゃいましたよ。ちょっとダッキーとバニー、ちゃんと開けたら最後鍵は閉めてよ。変な人が入ってきたら嫌だからね。分かってるよ、任せろって。行動が早いんですから。いやー、ダッキーとバニーが行っちゃいましたよ。いやー、すごい早かったな。それにしてもプーさんの他の友達が来てくれるということでとっても楽しみなんですけども、一体いつでいたに。僕にしようぜ。え、おお、ちょっと待ってください。これってもしかしてピグレット？え、ちょっと待ってください。ダッキーとバニー、この子が今玄関の前にいたってこと？ああ、そうだ。なんかとってもビビってるぜ。こいつはビビリなのかもな。そうなんだ。ピグレットがなんでビビってんだろう。ああ、そうだ。プーさん、仲間のピグレットが来たよ。それになんかすごくビビっているみたいなんですけども、一体どうして？いやー、ピグレット、そんなに怖がってるけど、ロッツに言われたみたいなんだ。シュンズキビは悪いやつだから倒した方がいい。そうだったんだ。ピグレットもティガーと同じなんだね。ティガーもロッツォに脅されてシュンズ TV を潰せって言われたらしいんですけども、ピグレットはロッツォのことが怖かったんだね。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。いいか、ピグレット、よく聞け。人間はお前ら豚を食べるんだぞ。そんな人間の仲間になるのか。豚は食べられる運命なんだぞ。ちょっと待ってください、ロッツォ、なんてことを言うんですか、なんてことを。うわ、ピグレットがめっちゃビビってますよ。ちょっとピグレット、そんな嘘信じないでくださいよ。信じ、嘘？私が嘘を言っているというのか。シュンズ TV、 じゃあお前は豚を食べたことがないんだな。どうかね。いや、それはちょっと、いや、確かにロッツォの言ってることは正しいな。いや、うわ、ピグレットがめっちゃビビってますよ。どうしよう。見てみろ、私は嘘を言っていないじゃないか。人間は豚を食べるんだ、ピグレット。ああ、そうそう。この前スーパーでこんなものが売っていたぞ。シュンズ TV の玄関の家の前に置いておいたから、どうぞ見てくれ、ピグレット。マジかよ。シュンズ TV の家の前にって。わかりました。ちょっと私、今から見ていきたいと思います。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。いやあ、ちょっと玄関の前まで来ましたよ。あ、ダッキーとバニーちゃんと言われた通り鍵を閉めてくれてたんですね。よいしょ、それにしてもロッツは家の前に置いたって何を置いたんでしょうね。一体何が、
ちょっと待ってください、これってやばくないですか。とりあえずちょっと中に入れましょう。いやー、ちょっとおもちゃの皆さん、ちょっとびっくりなんですけども、ロッツォが玄関にこんなものを置いてきましたよ。一体これは、ピグレットがめっちゃ落ち込んでいるように見えるんですけども、スマイリロックさん、ピグレットはなんて言っていますか。ああ、ロッツォの言ってることは正しいと言っていますよ。マジかよ、ピグレット。確かに人間は豚を食べたりするんだけども、でもこれって、もしかしてロッツォがやったんですかね？こんなことって、それにこのピグレット、本当にピグレットですよね？ちょっとやばいな、これ出してあげないとですね。ああ、ピグレットが言ってるよ。僕も食べられちゃうのかなって。食べないっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。確かに人間は豚とかを食べますけども、ピグレットのことは人間は絶対食べないから大丈夫だよ。一体なんでこんなことになってるんですか。ちょっとロッツォ、こんないたずらピグレットがかわいそうじゃないですか。いくらシュンズ TV に恨みがあるからとは言って、こうやってピグレットが悲しんでるのが私はどうしても許せません。なのでロッツォ、やめてくださいよ。ピグレットがもう怖がって出て行こうとしていますよ。ちょっとピグレット、今逃げ出そうとしたでしょ。このドアからダッキーとファニーがすぐに止めてくれたからよかったですけども。おい、ピグレット落ち着け。シュンズ TV はピグレットを食べない。だから大丈夫だ。そうですよね、ダッキーとファニーありがとう。ダメだ、ピグレットからの信用を完全に私は失っています。それにこの可愛いピグレット、どこから来たんでしょうね。ロッツォが洗脳していなければいいんです。ダッキー、あれ、ちょっと待ってください。さっきまでこの中にいたピグレット、どこに行っちゃったんですか。僕はびっくりしちゃった。急にピグレットが消えちゃった。そうなんだ、一瞬で消えたって。ちょっと待ってくださいよ。じゃあさっきのピグレットは一体何だったんですか。一瞬で消えるようなキャラクターなんてプーさんの世界にはいないでしょ。一体どういうこと。この部屋の中にもしかして偽物のピグレットが紛れ込んでるってことなんですか。皆さん、もしかしたら私、ロッツォにまんまとはめられてしまったかもしれません。普段鍵を閉めてるんですけども、ロッツォが面白いものを持ってきたっていうから開けて中に入れました。そしてピグレットが一瞬で消えてしまいました。あの小さいピグレットは一体何だったんでしょうかね。プーさんの世界に姿形を変えたりできるキャラクターなんて私はいないと思っているんですけども、もしかしたらこの部屋に偽物のピグレットが紛れ込んでシュンズ TV を襲おうとしているかもしれません。それにピグレットが私のことをかなり怖がっています。でもピグレットとかは絶対に食べないし、仲良くしたいと思っているんですけどもね。とりあえずピグレットをなんとか説得したいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。蜂蜜のためならどこでも行きます。おいおい、なんだよその歌。プーさん大丈夫か。お腹空きすぎて変になっちゃったのか。僕お腹が空いちゃった。蜂蜜盗まれちゃったから、蜂蜜泥棒に。蜂蜜泥棒って一体誰なんだよな。ああ、プーさんの蜂蜜が見つかればプーさんもきっと元気になるよな。僕の蜂蜜はどこにあるんだろう。大丈夫だって、シュンズ TV のおもちゃたちが見つけてやるからさ。ああ、安心しろ。ダッキーとバニーに質問です。ロッツォがおもちゃを加えるなら、ダッキーバニーも仲間を加えるのはどうですか。ああ、そいつは名案だな。プーさん、何か俺たちにいい仲間はいねえか。できれば強いやつがいいな。それだったらクリストファーロビンなんてどう。僕たちはみんなクリストファーロビンが大好きなんだ。ああ、それはどうかな。つまりさ、大好きかどうかと強いかどうかは全然違うんだよ。クリストファーロビンは強いのか。僕たちは戦ったりしないからわからないよ。ああ、ダメだ、プーさんに仲間を紹介してもらうのはやめよう。ダッキーバニーに質問。ザーグとドッキリ対決するのはどうですか。そもそもさ、ザーグってドッキリ上手いのかな。そうだよな、一回やってみてもいいかもな。んとんと、ドッキリって何なの。あ、まあそこら辺は適当な感じで、ベンソン・ジョンソンのドッキリ勝ち、個人的な意見。ああ、ベンソンとジョンソンとドッキリしたけどさ、結構コメント欄でベンソン・ジョンソンの方が面白かったっていうのあったんだよな。悲しいけど、俺たちはもっともっとドッキリの腕を鍛えるぜ。絶対誰にも負けないようになろうな、ダッキー。おい、これを見てる奴ら、チャンネル登録をするんだ。あと、高評価もだ。してない奴は俺たちにとって、敵だ、チャンネル登録しろー。蜂蜜どこかな。